こんにちは、あきとです。過去問解説で2016年兄弟文系の第1問を見ていきたいと思います。問題はこちら。 XY 平面内の領域 X 乗足す Y 乗小なりイコール2、絶対値 X 小なりイコール1で、曲線 C Y イコール X3 乗足す X 乗マイナス X の上側にある部分の面積を求めよう、こういった問題となっております。今回は XY 平面内の図形の話ですので、まずは図を書いてどういう状況なのかというのを把握していこうと思うんですが、まず領域で x 乗足す y 乗小なりイコール2というのを考えるんですが、これは原点中心半径ルート2の円の内側の方ですよと。原点中心半径ルート2の円の、まあ今回はイコールを含んでいるので周、あとは小なりの方ですので内部の方ですよと。でさらに絶対値 x 小なりイコール1、 x の絶対値が1以下というふうに言っているので、じゃあ直線 x イコール1というのを書いてあげようと思うんですが、今回は半径ルート2なので1対1対ルート2ということを考えてあげると、ちょうど45度のところで行ったここの交点、そこを通り y 軸に平行な、まあ、こんな直線を表しているよと。さらに x の絶対値が1以下というふうに言っているので、じゃあ x イコールマイナス1の方っていうのも書いてあげようと思うんですが、こっちは左側の方で45度を取ってあげたこの点を通り y 軸に平行な直線ですので、まあ、こんな感じの状況になっていて、絶対値が1以下というふうに言っているので、この境界を含むこの間の部分ですよと。円の内部であり、さらにここの間の部分ですので、まあ、すなわちこの部分を考えますよと。でさらに曲線 y イコール x3 乗足す x 乗マイナス x というのを考えて、すなわちこの3次関数によって定まる曲線を考えるんですが、じゃあこれがどういう位置にあるのかっていうのを考えていこうと思うんですけど、今回 x イコール1とか x イコールマイナス1とかそういう境界があるので、まずはその情報を調べてあげると、 x イコール1というふうにすると 1+1-1 ですので結局1ですよと。すなわち1、1というような、まあ、この円周上のこの点を通っているよと。さらに x イコールマイナス1というふうにすると、マイナス1たす1でもマイナスマイナスでプラスに変わるので、マイナス1たす1たす1で1というふうになるよと。すなわちマイナス1コンマ1というような左側の方もこの円周上のこの点を通るよと。さらに今回定数項が0ですので y 切片は0ですよと。すなわち原点を通るような3次関数の表す曲線で、まあ、さらに最高次のケース1というのが正ですので、まず図を書いてあげるとだいたいこんな感じで、さらに原点を通るので、まあ、イメージであるんですが、こんな感じの状況というふうになっているよと。今この円の中であり、さらにここの絶対値 x が1以下なのでこの間の部分にあり、さらにこの3次関数を表す曲線 c よりも上側の方にある部分ですので、すなわちこの部分の面積を求めてくださいというふうに言っているわけです。あとはこの部分の面積を求めてあげれば基本的にはおしまいなんですが、ちょっと注意しなければいけないのは、じゃあ本当にこの3次関数の表す曲線がこんな感じの位置になっているのかというところに関してはまだ確かめていないので、そこに関しては注意が必要です。もしかしたら今回は今分かった情報っていうのは結局こんな感じの最初の領域があった時に、こことこことあとは原点を通るよというようなこんな情報しか今のところ分かっておりません。もしかしたらこのグラフがこんな感じで上がって下がって上がってみたいな感じで、まあこういう風になる可能性もあります。でもしこういう風になるんだとすると、求める領域っていうのはこの部分という風になっていて、まあ仮にこんな感じではみ出たりする部分があったりすると、この部分とは違う部分という風になってしまうので、ちゃんと面積を調べる部分がこういう風になっているよっていうことは確かめておかなければいけません。もしかしたらこういう風になっている可能性があります。じゃあどういう風に調べるのかということなんですが、調べ方はいくつかあると思うんですけど、一つの調べ方としては、じゃあこんな感じで交点を調べていくよと。まあ、これは特に面積を調べる際にはよくやる手段ではあるんですが、まあ、例えば3次関数と放物線の囲まれるようなこんな面積を調べる際に、じゃあこの時に2つの式を連立してあげて、ここの交点の x 座標、交点の x 座標、交点の x 座標を、あとはどっちが上でどっちが下かという情報が分かれば、あとは積分すれば面積が出てくるので、これと同じような操作として、じゃあどういう位置関係か、まあ、どっちが上でどっちが下かみたいなのが分かれば OK なので、じゃあ交点がどれだけあるのかっていうのを把握していこうねと。例えばこの状況になっているんだとすると、とりあえずこの間の部分 x の絶対値が1以下というようなこの間の部分において、ここの右端のところの x イコール1と x イコールマイナス1のところだけで交点を持っていて、他に交点がない、ただこのような状況はないというふうに言えると、こういうような位置関係だということが分かるので、調べ方の一つとしてはこんな感じで交点を把握するみたいな、そんなものがあります。ただ今回、じゃあこの円のこれをイコールというふうにしたそんな方程式とこっち側の方を連立してあげて、例えば y を消去しようとすると、これちょっと大変で、x 乗足す x3 乗足す x 乗マイナス x の次乗イコール
2みたいな感じになり、これ3乗の2乗みたいな感じになるので6次方程式というふうになります。まあ、今回は x イコール1と x イコールマイナス1というような解が確定しているので、まあ、これ変形していけば x+1、x-1 と、あとは残りの部分イコール0、まあ、こういうふうな形になるということが保証されているので、まあ、6次方程式とはいえめちゃくちゃ大変になるわけではないんですが、まあ、ただこれ展開したりとか整理したりしなければいけないのでやっぱりちょっと大変になります。もちろん他に方法が思いつかなければこういうふうにやってあげれば少し面倒ではあるんですがちゃんと調べることができるので、まあ、こういうふうにやっていってもいいと思うんですが、他の調べ方としてじゃあここのグラフとして、まあ、特にこの極地みたいな情報、仮に極大のところが円からはみ出たりとか極小のところが円からはみ出ている、まあ、このマイナス1と1の間においてこの極地の情報っていうのを調べて、あとはそれがこの円の部分の中にあるのか外にあるのかっていうのを調べてあげれば、じゃあどういうふうな状況になっているのかっていうのを把握できるんじゃないか、すなわちこの3次関数のグラフっていうのを微分して増減調べて極地の情報も含めて把握してあげれば、じゃあどの位置にあるのかっていうのを把握できるんじゃないか、そういうふうに調べていくこともできます。普通の3次関数と放物線で囲まれる面積みたいなのを調べる際に、ただこの3次関数の方のグラフの増減とかっていうのを調べる必要はなく、結局交点とどっちが上でどっちが下かっていうのは分かれば OK なので、そういうような際にはこの微分してグラフを書くみたいな操作っていうのは不要なんですが、今回は交点の情報を調べるのは大変そうだということで、じゃあ微分して増減を調べてグラフを書く、そういうふうな感じで把握をしていこうと思います。なのでそういう意味では面積を求める際にこの3次関数のグラフを書くっていうのはちょっと特殊な操作ではあるんですが、今回は円と3次関数みたいな感じで交点を調べるの大変そうなので普通にグラフを書くっていうのは有効になってくるわけです。じゃあ今回微分してあげると y' イコール 3x の2乗プラス 2x-1 で、今回はこれが因数分解できて、これ 3x の -1 と x+1 こうすると 3x 2乗プラスの 3x-x でプラスの 2x で -1 ということで、こういうふうに因数分解できるんですが、また増減表を書いてあげてもいいんですけど、結局 x イコール -1 の瞬間がちょうどここが極大というふうになっているわけです。なので極大が例えばこれよりもちょっと右側の方にあって上側にはみ出ている可能性っていうのはもしかしたらあったかもしれないんですが、この情報からそういうことはないよと、もう極大なのでここから先は下がっていくしかないよと、まあ、当然下がっていって円の方は上がっていっているので、こっち側の3次関数の方が下側にあるよと。であとは極小の方に関してなんですが、これ x イコール3分の1の瞬間、 x イコール3分の1の瞬間極小というふうになっていって、じゃあこれがこの円の外側にあるみたいな状況になっていればはみ出てしまうんですが、これは計算して確かめてあげると x イコール3分の1の時ってものは27分の1足すが9分の1でマイナスの3分の1というふうになっているよと。27分のというふうに下げると1足す3マイナス9というふうになるので27分のマイナス5で、今回じゃあここの極地のところの点っていうものは3分の1コンマ27分のマイナス5というふうになっているんですが、これと原点との距離っていうものはルート2未満ですので、結局この極地の部分っていうものは円の内部の方にあるの で、あとはここから上がっていくだけですので、結局囲まれる部分っていうものははみ出たりすることはなくちゃんとこの部分ですよということで、これ確かめることができました。今回状況的に -11、原点11というような3点を通るようなこの3次関数を表す曲線ですので、まあ、普通に考えたらはみ出ることはないだろうなというふうな感じで予想はつくんですが、ただこういうのはちゃんと調べてあげないとおそらくかなりの減点対象というふうになるのかなというふうに思いますので、実際の答案ではちゃんと調べておくといいと思います。ということで、ちゃんとこの面積を調べる領域ってのはこの部分だということが分かったので、あとはこの部分の面積を調べてあげればおしまいです。この部分の面積を調べていくためには、結局3次関数みたいな曲線で囲まれている部分ですので、ある程度は積分を使うことになるんですが、例えば理系だったら上の曲線 y イコールルートの 2-x 乗引く下側の方がこの3次関数を表す曲線ですので、上引く下、その積分の計算ができるんですが、ただこれ文系の問題で、文系範囲だとルートの入った積分っていうものは基本的に扱わないので、そのまんま上引く下の積分をしていくというようなものではなく、少し工夫をして計算していこうと思います。今回結局円が登場しているので、これはよくやる手段ではあるんですが、じゃあここの円の方の交点を取ってあげて、ここを結んであげたこの上側の部分のこっち側の方と、あとは残りというふうな感じで分割しようと思います。残りの部分がこんな感じになっていて、上側の方の赤の部分と青の方ということで分割しようと思います。これに関してはよくやる手段ではあるんですけど、結局円と何かで囲まれる部分、まあ、よくあるのは放物線とかもよくあるんですが、ただこの部分を知りたいときに
もしこの面積を求めようというふうに言われていたら、まあ、こういうふうな感じでこの交点の部分を分割してあげると、結局円の弧とあとはその弦で囲まれる部分とこっち側の方に関しては普通の関数の面積なので積分で出てくるんですが、結局はこんな感じで結んであげて、ここの角度がわからないと具体的にここの上側の方の面積はわからないので、こんな感じで円と何か曲線で囲まれる部分の面積を求めようというふうに言われた時には、まあ、こういうふうな感じで分割してあげて、あとはここの中心角が必ず分かる形というふうになっているので、まあ、それを使って計算していくよと。まあ、それはできないんだったら、こういうふうな感じで面積を求めようというふうに言われないので、円と何か曲線で囲まれる部分というふうに言われたときには、もう基本的にはこういうふうな感じで処理していくことができます。ではまずは赤の方の面積を調べていこうと思うんですが、赤の方の面積に関して、これは結局、円の一部の部分と、あとは弦で囲まれる部分ですので、じゃあここの部分で中心と結んであげて、扇形引く三角形というふうな感じで計算していこうと思います。で、ここの角度がどういうふうになっているのか、これは分からないと今言った通り面積は分からないんですが、今回は半径がルート2でこれが x イコール1というふうになっているので、1対1対ルート2の関係からこっちの方でちょうど45度の角度というふうになっているよと。こっち側の方が45度というふうになっていて、左の方に関しても同じくこっちが45度というふうになっているよということですので、まあ、今回は90度というふうな感じで、具体的に中心角がわかるこういうふうな角度になっているんですが、90度なので、じゃあこの部分っていうものは90度のここの扇形の部分引く、じゃあこっち側の方の三角形の部分下側の方を引いてあげればいいよと。じゃあこれで出てくるんですが、今回は半径がルート2というふうに言っているので、じゃあ π× ルート2の2乗 πr の2乗っていうものが円全体のうちの90度というふうに言っているので、それが4分の1の分ですよと。4等分してカットしてあげたその1つ分ですので、4分の1からここの部分を引きますよと。ルート2、ルート2、90度のこの直角三角形の面積を引くので、ルート2×ルート2×2分の1底辺×高さ割る2ということで、赤の部分がこれ2なので約分されて2分の π、 こっちの方に関してはルート2、ルート2、2分の1ですのでマイナス1というふうになり、これで赤の方の面積が出てきました。じゃあ今度は青の方の面積を調べていこうと思うんですが、青の方に関しては結局上側の方が直線、下側の方が3次関数の表す曲線というふうになっているので、こっちに関しては積分を使って調べていこうと思うんですが、区間としてはマイナス1から1で、上引く下をしてあげるんですが、上の方に関してはこっちが y イコール1というふうになっているよと。1入れた時に1というふうになっているので y イコール1、上が1引く下側の方がこっち側の3次関数の方で x3 乗マイナス x 乗引くのでマイナスマイナスでプラスというふうになり、プラス x の dx、 あとはこれを計算してあげればおしまいです。まあ、これはそのまま計算していってもいいし、いくつか工夫の仕方はあるんですが、まあ、いずれにしろマイナス1から1とかになっているのでそんなに大変ではないんですが、例えばこれはマイナス1から1なので、じゃあ偶関数奇関数の性質を使ってあげると2倍の0から1、2倍して区間を真ん中の0から1というふうに変えてあげるよと。で、奇関数の方に関して x の1乗とか x3 乗みたいな奇数乗のところは積分結果が0ですよと。まあ、上代入引く下代入っていうものは結局打ち消し合うので0というふうになり、残りは偶関数で 1-x 乗と。こっちに関しては上代入引く下代入みたいなしたときに同じ値が出てくるので、じゃあ上代入だけ残して下の方は0というふうにして2倍してあげればいいよと。まあ、これで計算していくことができます。例えばこういうふうな工夫をしてあげると x-3 分の1の x3 乗の0、1 2倍の1引く3分の1というふうになり、これ3分の 2×2 ですのでこれが3分の4というふうになるよと。あとはこの赤の部分2分の π 引く1とこれを足してあげれば OK ですので、求める面積はこれ足すこれで2分の π プラス、まあ、1を引くのでここが3分の1というふうになるよということで、これで面積を調べることができました。ちなみに最後のここの積分に関しては別の工夫もできて、例えば12分の1公式みたいなのを使ってあげると、これ12分の1の2の4乗というふうになるので、これ結局3分の4ということでパッと出すこともできますし、まあ、これと同じ操作ではあるんですが、結局今回左の方に関してはこっち極大のところというふうになっていると、極大のところのそこの接線というふうになっているので、じゃあ3次関数と接線で囲まれる部分の面積というふうになっているわけです。なので、そういうことに注目してあげると、結局この12分の1公式の導出と同じ形になるんですが、マイナス1から1というふうになっていて、まず x イコールマイナス1のところが接線なので、x プラス1の2乗というふうにすることができるよと。で、もう一個の交点が x イコール1なので、これ x 引く1というふうになるよと。あとは最高次の係数がマイナスというふうになっているので、マイナスというふうにし、
これの計算をしてあげればよく、でここの x-1 の部分っていうものが x+1-2というふうな感じで分割してあげれば、結局これは -1 から1の、先にこの -2 の方を書こうと思うんですが、2というふうになり、-でプラスの2というふうになり、これ x+1の2乗を、で、-x+1の3乗の、これの dx というふうになり、例えばこういうふうにしてあげると、これが3/2 の x+1の3乗、-4/1 の x+1の4乗と。まあ、この計算をする際に、今回はたまたま偶関数、奇関数の形になっているので、そっちを使ってあげた方が楽なんですが、まあ、他の場合でも3次関数と接線みたいな感じで囲まれるときには、これが通用するので、それと同じようにやってあげると、結局、1代入すると、最初の部分というものが3/2×2の3乗ですので、2の4乗というふうになるよと。で、引く1/4×1代入すると、2の4乗というふうになっているよと。で、-1代入する方に関しては、x+1 でくくれているので、結局消えて0というふうになるよと。結局これ2の4乗というふうにしてあげると、まあ、2の4乗でくくってあげると、3/1−4/1というふうになるので、まあ、これで今の1/12公式の導出みたいなものができたんですが、これは1/12。で、2の4乗ということで、まあ、これで3/4みたいな感じで出すこともできます。はい、ということで今回は2016年兄弟文系の第1問を見ていきましたが、何か特別な処理を必要とするわけでもなく、与えられた設定で方針に困るようなそういったところもないと思いますので、まあ、普通に手順に従っていけば普通に答えを出すことができるんじゃないのかなというふうに思いますので、この問題は落とせない問題なんじゃないのかなというふうに思います。はい、ということで今回はここら辺で。また見てください。バイバイ。